こんにちは。今日はいよいよお正月花、かなり豪華なお正月花を生けてみようと思います。これかなり大きめの壺ですね。作家さんの作った大きな壺です。大変生けやすくて壺生けですけれど、ものすごく大きい作品もできます。そして今日はこちら、蛇の目松と言います。蛇の目のように色が、先端がちょっと変わっているんですね。これを生けていこうと思います。かなり今日は大きめの材料ですので、少しワイヤーをかけていかないと出来上がらないです。器も大きくないと重みがかかってきますので、今日はこちらのすごく綺麗なラインができていましたので、このラインを生かしていこうかなと思います。そうしましたらこちらも生けます。ちょっと片手で持てない動いちゃうような、そんな状態ですけれどね。すごい立派ですよね。もうグリーンがふさふさしちゃってしていて、本当にイケてて気持ちがいいです。そしたらちょっとこれ心配なので、ワイヤーをかけておきますね。はい、これでしっかり止まってます。かなり横に広がる作品になっています。ここにモンステラのグリーンをイケていこうと思います。1枚いけます。後ろ側に抱き合わさるような感じがドラセナですね。ちょっと黒っぽい色が欲しいなと思う。今日はオレンジのダリアが後で入ります。タイリンダリアです。ですので、なんか黒っぽい色がそばにあるとすごく引き立つんじゃないかなと思いますので、はい、今日のダリア、こんなすごいです。オレンジ色の、なかなかこういうのがお正月の時にあるかどうかってね、なかなかあるといいんですけれど、どうなんでしょうね。ただこのダリアはあまり持ちが良くないので、長く飾るのは難しいんです。お客さんが来る時だけとか飾る方がいいかなと思います。これをここに置きます。ちょっとダリアの向きがこの方が綺麗かもしれないですね。ちょっと上を向くような感じにお花がついていますので、今日は最後に白のコチョウランが入ってきますので、かすみ草をちょっと生けたいなって今思ってますね。白っぽいもので、なんか清楚な感じに、あんまりいろんな色を入れちゃわないで生けようかなって思ってます。この辺のところか、あとは上の方からいけます。この辺からいけていきます。かなり今たくさん入ってきてますので。かすみ草はね、花が大きい間っていうのは短いんですけれど、ただ白いまんまである程度
固まっててくれますので、意外と便利な材料ですね。とここ伸びちゃってるので、はい、そうしましたらこちら胡蝶蘭を生けていこうと思います。赤染め草を最後に後ろの方にもちょっと生けておきたいなと。後でカメラ後ろの方もお見せしますけれど、後ろの方もやっぱり綺麗に見えていると、横から見た時に美しいので、はい、そうしましたら胡蝶蘭を最後に、この辺ですね、今日はここでおしまいではなくて、金色の水引きをかけようと思います。金色の水引き、こういう感じなんですけれど、これこのちょっとだとあんまりこう目立たないんですね。それでこれはちょっと飾り用の、かなり前に買ったものなんです。飾り用のネットみたいになって、もう何回も使ってちょっとぐちゃぐちゃになってしまったんですけど、こういうものをこういうところにつけて、そこからこの水引きを出していこうかななんて思うんですね。そうすると水引きの量は少なくても済みますので、たくさん買わなくても済みます。そんなにあれですけれど、ただなんか水引きだけだとなんかちょっと面白くないかなと、こんな風に入れちゃうっていうのもありかな。はい、なんかちょっと面白い感じになったかなと思います。かなり横長の作品ですけれど、こんな風に遊んでいけるのもいいかなって思います。はい、出来上がりました。今日は蛇の目松でちょっと豪華なお花を生けてみました。ありがとうございます。オレンジのダリア本当に綺麗。蛇の目松とオレンジとか黄色とかなんか合うような気がするんで、私大好きなので、奥の方にももっと立体感を出すためにダリアがいっています。はい、かなり重厚感のある作家さんの器です。素敵ですね。この壺がしっかりしているので、上にたくさんのものが入ります。はい、胡蝶蘭今日は上の方に乗りました。そしてこちらの水引きですね、これが金網と絡ませてなんかたくさんあるように見えるというそんな金網を